沼田武千葉県知事です。秋の澄んだ空気が一瞬大きく震えました。 42.195 キロ、その戦いの火蓋が今切って落とされています。2000年国際千葉駅伝男子1区のランナーはこの千葉県総合運動場陸上競技場のトラックを2周走った後、千葉の街並みに飛び出していきます。この1区の区間は10キロ、下り坂もあるために27分台に入る絶対的なスピードが要求されるコースとなっています。さあ、解説の櫻井さん、はい、改めまして今大会どんな展開を予想されますか。非常に海外チームもね、そうですね、有力なチームがたくさん出ておりますので、ーオーストラリアを最初に先ほど挙げられましたけれども、はい、やはりオーストラリアは今年シドニーのオリンピック大会が、行われまして、その予選を勝って、今回、そのオリンピックの代表選手を揃えてチームを編成しておりますので、かなり強いチームになっているというふうに思います。はい、その他ですがアフリカ勢にも注目をされていました、ね、そうですね、はい、ケニアはですね、世界の長距離王国とも言われて、エチオピアとですね、はい、その2つの国が世界で活躍していると、はい、で今回メンバーを見ますと特に名前の通った選手は見えないんですけども、どの選手がいい走りをするかですね、予測のつかない強さを持っているんですね。そしてもう一つ、去年日本と壮絶な戦いを演じました南アフリカ、はい、こちらも気になりますね。今年ぜひ勝ちたいという気持ちで、参加していると思いますので、南アフリカはかなり、いい形でレースを展開するのではないかというふうに、見ています。そうですか、はい、さあそしてこの1区なんといっても注目は日本のこの永田浩一郎、2回目の千葉駅伝、去年は2区を走りました。そして区間2位という走りでしたが、何かこの人は1区が似合うかなという感じもしますが、そうですね、駅伝というのは、一つのいい流れを作るとですね、はい、たすきを受けた選手も、元気に走るという形が多いんです、はい、ですからそういう意味では、永田選手を1区に配置したというのは、チームのですね、流れをやはり永田君で作って、その予選を勝って最後のアンカーまで、行きたいという監督の、気持ちが あると思います。そういう意味ではこの1区の永田の走り非常に注目されます。さあ選手たちが競技場を飛び出してまいりました。永田は早くも2番手の位置をキープしています。信頼と団結の証、19本のタスキが秋の風に揺れています。どのタスキが先頭でこの競技場に戻ってくるんでしょうか。さあそれでは選手同様、我々実況アナウンサーも最初のタスキリレーを行いたいと思います。第一放送車の実況は福井健二アナウンサーです。福井さんどうぞ。はい、19人のランナーがちょうど今国道16号線に入ったところです。今年も世界18の国から非常にハイレベルな選手が集まってまいりました。今回は20世紀最後の千葉駅伝、そういった意味ではタスキを胸に抱いたランナーたちはいわば全員が20世紀のアンカーたちでもあります。2000年国際千葉駅伝男子、栄光のタスキを21世紀につなぐのは果たしてどの国でしょうか。19人のランナーは今国道16号のバイパスを走っています。12回目を迎えました国際千葉駅伝、タスキリレーの王者を目指し、これからシドニーオリンピックにも出場した選手や世界選手権でも活躍した選手など世界トップレベルのランナーたちが千葉の街並みを走り抜けてまいります。さてこの第一放送車は日本陸連協会員で、10年前に日本男子が優勝を飾った時に監督を務められました臼井哲夫さんの解説、実況福井健二でお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。臼井さん、おととし、去年日本男子は壮絶な戦いを制して2連覇を飾っているんですが、今年のチームはどうでしょうか。若手で組んでますが、やっぱり3連勝の可能性は十分ありますね。日本の長距離界はどうも最近は女性陣の勢いに男性陣がやや押され気味ですが、なんとかこの国際レベルの千葉駅伝で日本男性陣のこの底力を見せてもらいたい気がしますね。はい、そうですね。その日本の第1区を務めますのがこの永田浩一郎であります。
まだ一団となっています。1チームがちょっと遅れていますが、18チームが一団となっています。永田浩一郎、去年2区を走りました。今回は1区ですが、何を期待されますか？やはりもう昨年までは短い距離しかできなかったんですが、今年になりまして長い距離も走るようになってきてますから、はい、1区なんかいい走りするんじゃないかと思いますね、はい、さあそれではこの最初の1区のコースをここでご紹介したいと思います。1区は10キロの区間です。陸上競技場をスタートした選手は千葉の中心街を抜け、千葉港のシンボルポートタワーに向かって走ります。第一中継所は県立美術館前でやります。さてそれから杉さん、はい、去年の入りの1キロは 2分43秒だったんですが、今回はスタートどうでしょうか？ちょっと抑え気味で入っているような感じですね。抑え気味、はいはい、ちょっとタイム取れなかったんですけど、2分47秒じゃないかと思うんですけど、ちょっと今ペース上がってきましたから、やや上げてきましたね、はい、さあ日本の永田浩一郎がこの1区で、学生ナンバーワンの永田浩一郎がどんな走りを見せてくれるんでやりましょうか。学生ナンバーワン、学生長距離界では向かうところ的ありません。鹿児島の鹿屋体育大学の4年生です。21歳、今年の出雲大学駅伝ではアンカーで5人抜きを演じています。さあスタート、まだこの3キロというところに今差し掛かるところですが、序盤まずまずのいい走りと見てよろしいですね。永田もね、そうですね、はい、もう出ましたね。あ、出ましたね、永田が出ました、はい、お、積極的です。永田が今ここでトップに立ちました。さあ永田がトップに立ちました。これは計算づくの走りでしょうかね。そうですね、ちょっと、まあ、大学駅伝よりは調子が良くないと言ってましたけど、やっぱり力ありますからね、はい、ちょっと前半を抑えて、自分がこれから主導権を握っていこうという作戦じゃないですかね。そしてその横には11番のナンバープレートはケニアですね。ケニアがつけています。そして19番は千葉選抜です。千葉選抜のこの1区は藤本俊成でやります。そして4番が見えます。4番はカナダです。カナダの第1区はケリーです。まだ集団となっています。ちょっと1人だけ遅れていますが、やや縦長になりつつありますが、まだ大きな塊です。しかしここで早くも永田浩一郎が出ています。永田浩一郎が出ています。さあそれでは13時現在の気象状況をご覧いただきましょう。天候が曇り、気温が 12.1 度、そして湿度が 67%、 北東の風で 5.5 メートルがちょっと気になりますね。そうですね、まあ、特に3区あたりがちょっときつくなるようですね。海沿いですね、はい、はい、そして今回は宇水さん、はい、競技場ではですね、いわゆるビッグ4であろうという優勝予想がされましたが、はいはいはい、宇水さんはどういう予想されますか？やはり僕は日本の3連勝が一番硬いんじゃないかと思ってるんですけど、やはり先ほど櫻井さんが言いましたように、オーストラリア、ケニア、南アフリカ、それにアメリカですね、この辺りがやはり優勝に絡んでくるんじゃないかと思いますね。なるほど、オーストラリア、南アフリカ、そしてケニア、日本、いわゆる今大会のビッグ4がおそらく優勝に絡むのではないかという宇水さんもそう予想されています。さてそれでは今回も機動的に情報を伝えてもらうために小回りの利くバイクに佐野瑞樹アナウンサーが乗っていますが、バイクリポーターの佐野さん。はい、バイクです。今年のバイクリポート、私佐野瑞樹が担当いたします。バイクはですね、選手の表情を一番近くで見ることができます。そしてどこにでも行けるという機動力があります。そのあたりを起点にですね、皆さんが何を一番今見たいかというのを的確に探りながらお伝えしていこうと思っております。現在ですね、8チームが遅れております。8チームが遅れました。集団は11チームほどになっています。縦長の展開です。はい、ということでバイクリポーターの佐野アナウンサーには、とにかく動き回って、選手と同じ心境で走り巡ってもらおうと思います。あ、先頭があれですね、この永田浩一郎ですが、まず表情から伺いましょう。はい、あ、まだ余裕は十分ありますけども、自分が今はトップスピードに上げてますね、はい、もう縦位置になりましたからね、かなりスピードが上がってると思いますよ。はい、ただ毎回思うんですが、世界のトップレベルのランナーがこの1区にかなり、いますんでね、はい、そういった選手にこうペースをかき乱されないかと思うんですが、これはもうマイペース見てよろしいですね。間違いないですね、はい、ですね、1区のペースは横にこう団子で広がるんですよ、縦位置になってたらもう後ろの選手は全力で入ってますから、そのままこう抜けてるんじゃないかと思いますね、見てまして。はい、さて今回もこのレースの安全運行のためにたくさんの警察官の方に協力をいただいていますが、現在トップを先導しています千葉県警交通機動隊の白バイをご紹介します。まずセンターライン寄りのドライバーは長島光雄巡査長です。白バイ歴6年、訓練指導係として後進の育成に当たっています。
そして、歩道側が須藤信夫巡査長です。白バイ歴は8年、7月の沖縄サミットでも先導白バイを担当したそうです。さあ、日本の永田浩一郎が積極的に3キロあたりから飛ばしています。なお、この国際千葉駅伝にはブルーバードシルフィーをはじめ新型 SUV エクストレールなどが好評の国際、日産自動車が特別協賛しております。また大会使用車両として同じく日産自動車より高度な排ガス浄化システムにより2001RJC テクノロジーオブザイヤーを受賞しました。ご覧のブルーバードシルフィーをはじめとして7台の車両を提供いただいております。さあ、だいぶ縦長になりました。スタートしまして、あと350メートルほどで5キロというところであります。非常に順調に飛ばしています。快調に飛ばしています。鹿屋体育大学4年の21歳の永田浩一郎、その永田にぴったりとつこうというのが11番ケニアのガチウリという選手であります。そしてその横の5番の南アフリカもつけてますね。南アフリカのスコサナという選手も非常に力を持った選手です。自己ベストタイム27分58秒というタイムを持った選手です。それからちょっと気になるのがオーストラリアがどのあたりいますか。ちょっと遅れてますかね。第2集団ですね。どうやら第1集団と第2集団がはっきりとしてまいりました。第1集団が3人です。日本とそして南アフリカとケニアであります。そしてビッグ4の一角オーストラリアが完全に第2集団に下がりました。第1集団と第2集団の差は 20〜30メートルぐらいあるでしょうか。今5キロを通過しました。5キロを通過しまして13分58秒、ね、あ、いいペースですね。13分58秒です。なかなかいいペースです。もう3人になりましたから。あ、完全に3人になりましたね、はい。さあ、先頭集団が早くも3人だけに絞られました。ケニア、南アフリカ、そして日本の永田浩一郎。さあ、永田が積極的に飛ばしまして、その先頭集団からまた1人飛び出そうというところです。スタートしましてちょうど6キロというところです。国道126号線に入りました。ご覧のように先頭は2人です。日本の永田浩一郎とケニアのガチウリの2人に先頭は絞られました。なお、本日の国際千葉駅伝を実施するにあたり、選手が快適に走れるように建設省千葉国道工事事務所並びに千葉県千葉市の土木都市計画関係機関の全面的なご協力をいただいております。さて、臼井さん、はい、一度ガチウリがちょっと仕掛けたんでしょうかね、はいはい、出たんですが、また日本の永田が抜き返しましたね。今日は永田君いつももいいんですけど、今日もそれ以上にいいレースしてますよ。そうですね、だいたい1キロ、今5キロから6キロが2分43秒で行ってるんですよ。2分43秒、はい、はい、このペースはすごいいいペースです、はい。さて、その後はちょっとだいぶばらついてまいりましたが、その後方はどうでしょうか。第2放送車には長坂哲夫アナウンサーが乗っています。長坂さん、お願いします。はい、先頭グループから1人置いて、先頭からは15メートルぐらい離れたところ、南アフリカの選手を挟んで、4位グループ現在追っております。ここにはこの第1区間、ベストの記録を1万メートル持っております。アメリカのアブディ・ラフマンも含まれておりますが、ここにアメリカ、デンマーク、ブラジル、オーストラリア、ハンガリーといて、そしてそこからまた10メートルほど離れて、千葉選抜の藤本がいるというような状況になっております。やや、後続集団が離されているという現在の状況です。はい、そうですね、随分飛ばしてますよね、先頭の2人がね、はい。さあ、それでは飛ばしています永田浩一郎のプロフィールをちょっとここで改めてご紹介したいと思います。今年の日本選手権では社会人の強豪をひしめく中、日本人2位に入りました永田。この時1万メートルの自己新もマークしています。また今年の出雲大学駅伝ではアンカーとして区間新をマーク。まさに学生長距離界では向かうところ敵なしの永田。永田は鹿児島の鹿屋体育大学の現在4年、走るたびに記録を塗り替える、まさに21世紀のホープであります。先日の全日本大学駅伝でも区間新をマークしています。さあ、その永田が惚れ惚れするような走りを見せています。ついているのがケニアのジャクソン・ガチウリは23歳です。
あーしかしこれは飛ばしに飛ばしてますがね、第2集団とえらく離れました。これも100メートル近くありますか ね、 そうですね、かなり開きましたね。いやいや、こう飛ばすとあと3キロというところに間もなく差し掛かります。これが今スタートして7キロの地点です。いや、こう飛ばすとちょっとですね、あと 1,2、はい、キロというところでリバウンドが来ないかちょっと心配になるんですが、どうなんでしょう。リズム乗ってますから大丈夫です。まだ余裕ありますよ。はい、福井さん。はい、どうぞ。バイクですけれども、はい、永田の表情をずっと追っかけているんですが、はい、永田ですね、3キロで、縦長の展開にしたのも永田、そして2人になろうというふうに仕掛けたのも永田ということで、全て永田がこの1区ペースを握ってます。はい、もうケニアの選手と競り合ってはいますが、しかし表情はですね、もう本当に1人で自分のこの10キロをどう料理しようかというところを自分自身で考えているといったような走りを見せています。そうですね。おっと、しかしここで、ケニアのガチウリが1回揺さぶりをかけましたか。しかし日本の永田がつけていきます。そうですね、ここまで今浅野アナウンサーのリポートありましたが、仕掛けたのも永田で、はい、揺さぶりをかけたのも永田でね、はい、完全にこのレースの主導権握ってますよね。今ケニア選手が仕掛けましたね、はい、ここをうまくついて最後でもう1回仕掛け直せば多分1位でいくと思いますけどね。はい、今またちょっとトップに出ました。ケニアのガチウリは23歳です。自己ベストタイムが 5000m13 分40秒今年マークしたもの、それから 1万m の自己ベストタイムが28分31秒これも今年マークしたものであります。さあ、その永田とガチウリの後方には千葉県庁の庁舎ビルがそびえ立っております。しかし随分後続の集団から離れました。後続の集団からもう 150m ぐらい離れたんではないでしょうか。こんなに永田が積極的に飛ばすとはちょっと思いませんでした。レース前、全日本大学駅伝の疲れからスピード練習が十分ないんで、去年のような思い切った走りはできないかもと言っておりました。ただ最低でも前が見える順位でタスキを渡したいと言っていました永田浩一郎ですが、こんなに積極的に攻めるとは思いませんでした。しかしケニアのガチウリが仕掛けた。ケニアのガチウリはどうでしょうか。もう一度二度仕掛けがあると思いますがね。そうですね、あと2キロ弱ですからね。この先頭を行きますケニアのガチウリはニックネームがシャークというニックネームを持っています。ゲブレシラセ選手が目標という選手。ケニアのアファンデイ監督は、一昨年よりは上のチームが出来上がった、いいチームが出来上がったと思う、目標はもちろん優勝と語っています。このガチウリは今年のケニアの国内でのオリンピックトライアルでいい走りを見せて今回メンバーに選ばれていますが、完全に後続がこの肉眼では厳しくなってまいりました。第一放送車からは、第二放送車長坂さん伝えてください。さらに間隔が広がりました。200メートル近く後続になります。はい、そして先ほど3位を走っておりました南アフリカのスコサナですが、去年は千葉の2区を走りました。このスコサナも第二集団に吸収されるような形になりました。スコサナを吸収して第二集団が現在5人というような状況になっております。その中にはアメリカの1万メートルこの中で19人の中で一番いい成績を持っていますアブディ・ラクマン、そしてその他、オーストラリアのカブオトもこの中に含まれております。ご覧の2位集団、3位集団になりますが、5人の選手で3位集団現在形成されております。トップからは200メートルに間隔広がっております。はい、宇津井さん、はい、ビッグ4の一角オーストラリアがですね、はい、もうこれ200は離されてますね。30秒以上はいってるでしょう。はい、ということはこの日本とケニアがどれだけ飛ばしたかということになります。さあ、ここでケニアがちょっと飛ばしたか。ケニアが飛ばした、ケニアが飛ばした。ご覧の表情です、ご覧の表情です。歯を食いしばったケニア、しかしひょうひょうとした表情で永田がついていきます。表情から見ますと完全にもう余裕がありますね。もう本当この1年で力つけましたね。はい、もう本当に高岡君がオリンピックで1万メートル7位に入りましたけど、もうそれを追って今だったら高岡君より強いかも分かりませんね。ああ、そうですか。鹿児島の金光湾高校から鹿屋体育大学に入って現在4年生、来年の春からは名門旭化成に入って世界を目指します。さあ、その永田が素晴らしい走りですが、レース前の永田はどんなことをコメントしていったんでしょうか。ちょっとインタビューをご覧ください。
去年の5キロは、まあ、あっという間だったんですけど、まあ、10キロなんでいろいろ駆け引きとあると思いますけど、まあ、そっちの方を楽しむ余裕があれば楽しんで流れを作らないといけないんで、まあ、いい流れで次の区間に持っていけるように、まあ、最低でも先頭が見える位置で次の区間に渡したいと思ってます。最低でも先頭が見える位置でという最低どころではありません。もうトップを引いているのが、そして主導権を握っているのがこの学生ナンバーワン、鹿屋体育大学4年の永田浩一郎であります。ちょっとケニアのガチューリあたりがきつくなってきたか、キョロッキョロッとその永田の走りを見まして、なんだこいつは全然疲れてないのかというような表情を見せています。さあ残り1キロというところが近づいてまいりました。ここまで本当に素晴らしい走りを見せています、日本の永田浩一郎。残り1キロ通過、残り1キロを切りました。ここまで辻さん、はい、全く問題がない走りですね。27分台のペースで入ってますから、1万メートル、はい、本人の、まあ、トラックとは違いますけど、自己最高記録ですよね。ああそうですね、はい、永田君このまま行ったら、それから第2放送車長坂さん、はい、差が縮まりませんね。差は未だに縮まりませんね。現在 8.9 キロ、そして今9キロ地点を通過したところですから、はい、かなり離れているということで、現在トップから200メートル近くにはなっていると思います。190メートルから200メートルの差が先頭からは開いていると思います。それからその集団にはアメリカの素晴らしい選手もいるんですが、どうですか走りっぷりは。そうですね、アメリカの選手アブディラフマン、シドニーにも1万メートル出場しまして10位という成績だったんですが、そしてこの19人の中では一番速いタイムを持ってますよね。ただ表情的にはそれほど辛そうな表情ではないんですが、あまりにもトップ集団が速すぎるというような状況ではないでしょうか。はい、さあ残りが550メートルというところ。スパートしましたね、永田君ね。スパートしました、日本の永田がスパートしました、はい、これは完全に予定通りですか。はい、予定通りです、ね、さあ永田浩一郎が今スパートしました。残り500メートルというところ、左に曲がります。残り500メートルというところ、スパートしました日本の永田です。素晴らしい走りを見せています日本の永田。離しますね、離しますね、はい、いい走りですね、大きい走りでね、はい、グッグッグッと、あっとケニアのガチューリがさすがについていけない、ついていけません。おっと今後ろを振り返りました永田浩一郎です。福井さん、さあ永田の前方には、はいどうぞ。バイクですけれども、ケニアのガチューリはもう苦しそうですね、そうでしょうね、これはもう、離されていきます。あとは宇津井さん、どれぐらいのタイムで助けを渡すかですね、永田がね。そうですね、もうこれはケニアのガチューリは苦しい、もう苦しい、こいつはどういうランナーだという感じで永田の背中を見ています。永田浩一郎、さあもう第一中継所が近づいてまいりました。仙台放送の下田アナウンサーお願いします。日本前人未到の3連覇へ1区を走った21世紀のエース、ミスター1区永田浩一郎から2区の岩田にタスキがつながります。永田はすごいタイムできます、ラストスパートです。この永田の後方から時折吹く強い風がこの永田のラストスパートを後押しします。もう右手にタスキを持っています。永田、そして2区は岩田、社会人6年目千葉2回目の岩田です。前回は先輩に引っ張ってもらった、今回は自分も力をつけている自信がある、いい流れを作りたいといった岩田が今行きました。27分40秒ぐらい、そして2位はケニアです。2位はケニア6秒差、永田がケニアに6秒の差をつけてタスキをつなぎました。日本先頭です、1区日本先頭でタスキをつなぎました。